イエーイ、いいぞいいぞピカチュウ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、何この先？この先が四天王のいる、なんて言うんやっけ、なんとかリーグ、チャンピオンリーグその前をうろうろうろつく私。おお、これか。中で回復できるんよね。じゃなかったら大変だ。お、EV もただならぬ気配を感じてるかい？ EV と一緒にポケモンリーグを見上げた。もう結構前からね、EV は戦闘要員には入っていないから。何？行くよ。頑張ろう。まあ、EV はね、私の頭に乗ってるだけだから。よし。行こう行こう。頑張ろう。石英高原や石英高原、それそれおお、ここが一応ポケモンセンターとフレンドリーショップがあるわけだね。オース未来にチャンピオン、ポケモンリーグ四天王は4人続けて勝負するルールだ。負けたら1人目からやり直しになるぞ。これが最後だ、頑張れよ。うわー、1人目の四天王に勝つことさえできない、これがポケモンリーグ最高レベルの戦いか。それはきつい。この先は四天王と一人ずつ戦うの。もし勝てたらドアが開いて奥の部屋に進めるわ。頑張って。ありがとう、頑張ります。買い物は済んだ、回復は OK、 最後の踏ん張りどころだもん。万全の状態で挑まなきゃね。頑張ろう。君ナッシー持ってたら僕の自慢のナッシーと交換してあげるけど、どう？いや今持ってないんだ、自慢のナッシーなのに。あれかな、アローラのやつかな、首が長いやつ。おばちゃんもこんなところに。みんな私のことをマダムメモリアルと呼ぶの。ポケモンが成長して覚える技を全て知っていてね。その技をポケモンに思い出させることができるのよ。すごい。ハートの鱗という道具をくれたら、あなたのポケモンに技を思い出させるわ。いや、いいよ。ポケモンに思い出したい技があったら、ハートの鱗を持ってきてね。何でも商売になるんだなはい、休ませてください。イーブイもなんか疲れたんよね。歩いて疲れたってことかなさあ、頑張っていこう。1人目は誰やろう。よし、頑張ってきます。いくぜー。あ、前に助けてくれた人やね。氷タイプ？ラプラスなのに？どうも。ポケモンリーグへようこそ。あら、やっと来たのね。遅いじゃない。いや、あの時点ではね、だってあれ、花田シティかどっかじゃなかっためっちゃ冒険の初期やん。改めて名乗るわ。私が四天王のカンナ。氷ポケモン使わせたら右に出る者はいないわ。相手を凍らせるってとっても強力よ。だって凍っちゃったらあなたのポケモン全然動けないんだから。あはは、じゃあ覚悟はいいかしら。お、霧。いや、しかし、私、リザードンがいるんで、ちょっと凍らせることは不可能かなと思うんですよね。あ、すごい、なんか、周りの枠が。よし、来たー。あ、6匹持っとる。6匹 ?5 匹 ?5 匹持っとんや。そういう感じね。やっぱ多いんやね。大文字。いけ。やっぱり一発ではいけないわけだ。待って、そこで水、そっか水タイプも使ってくるんやな。きつー。火炎放射。お互いに効果は抜群って感じや。きつー。そのパターン嫌よね。パルシェン。パルシェンとかはもうあれじゃない、ピカチュウとかの方がいいんじゃない。そんな氷タイプってことじゃなくない？氷タイプの技を覚えさせたのかもしれんけど、水タイプよね普通に。さあ来い。でかいなでかいな、なんか。あー、当たらない、なんてこったい。でもリザードンを引っ込めておいてよかったわー。あ、ピカチュウでもこんなにダメージを食らってしまう。しかもレベル10も差があるのにね。え、全然当たらんねえけど。うん、セーフ。え、これはカラがあるけん当たらんとかいうわけじゃないよね。たまたまよね。あ、いいよね。よかった。焦る。うん、一発。イエーイ。いいぞ、いいぞ、ピカチュウ。ラプラスも中には入っとんかな。お、ルージュラということは、ん？ルージュラということは、私リザードンでやっつけたんやったっけな、ルージュラ。よしこい。え、リザードンで何でやっつけた？翼で撃つ？覚えてないや。覚えてないや。とりあえず翼で撃っとけばいいと思う。合ってるね。合ってる？合ってない？わかんない。あ、でも効果抜群じゃなかったけん合ってないかもしれん。ま、でも聞いてるから大丈夫。あれリザードンじゃなかったんかな？誰だ？お、来たよ、ラプラス。ってことでピカチュウで行こう。え、でもさ、最初のこのカンナの時点で、レベル51とかやろ？ってことは最終らへんって、どれぐらいのレベルいくん？70とか。やばいやばいやばい。やばいよ。それともみんな同じぐらいのレベル？その辺よくわからんけど。雷！おお、ここは一発ではいかんのやね。なるほど、さすが。で、ここまでのレベルに来ると、もうね、辛い。辛いよ。これ回復しといた方がいいかな、先に。うん、先に回復しといた方がいいよね。はい。じゃないと、もしかしたら次向こうのターンかもしれんし。よしよし。もう一回ハイドロ、ハイドロポンプ来た。それ勢い強いんやって、やられそうになるけんやめて。とりあえず大丈夫かな、まだ緑やし。雷。あー、よかった。こっちの番や。ことはさっきので一目で取ったんやないん。オッケー。さあ、ふう、ラストはラストヤドランてかちょっと思ったけどね、ラストラプラスじゃないんかいって思った。やっぱなんかこの人といえばこのポケモンみたいなのがあるやん。なぜそこをヤドランにしたの？とりあえず回復しとこ。このヤドランもなんかすげえ強かったりとかするかもしれんけんね。うん、サイコキネシスとか使ってるんか。あ、でも大丈夫大丈夫。雷当たらん。マジか、当たらないんですけど。あー、結構きついぞ。ピカチュウがね、さっきからね、だいぶピンチに陥らされるんだな。だって最初のこのカンナだけでもめっちゃ傷薬使うんやけど。やめてよー。とりあえず満タンまで行ったけど。もうあとこのヤドランだけやけん、頑張ろうピカチュウ。雷だ、雷。おーし、いけいけるー。一発ではいけんかったか。お、まひったよ、まひったよ。いや、出せるんかい。出せるんかい。でも次大丈夫やろ、これ。10万ボルト。インケイもアニメではおなじみ10万ボルト。イエーイ。ふう、これでとりあえず1人目クリア。なんてことなの。まあね、ここまで来たんで私。一人もやっつけれないなんてことは。ここまで強くなったのね。わかった。次の部屋に進むといいわ。だけど、ポケモンリーグ真のパワーはまだまだ。こんなものじゃないわよ。そんな負け犬の遠吠えみたいなのやめてよ。よし、行きます。とりあえずピカチュウ回復してから行こうかな。どこ？回復ポケット。そっか。ポケットが分かれとんか。めんどくさいな。はい、ピカチュウ回復。次は誰かな？何タイプかな？はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。